今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。以前ご紹介したこちらのワッツのメスティンケースハードタイプですけど、動画をご覧になった視聴者さんからそんなに保冷力あるのっていうね質問をよくいただきます。で、私もですね本当に不思議に思って使ってるんですけど、これですね、まあそもそもメスティンケースでその保温するためにかなり分厚く作ってるんですね。まあ、かなりって言っても330円なので、そんなの高価なものと比べたら全然なんですけど、それでもですね一般的に売ってるあのペットボトル保冷ケースみたいな、ああいうものよりもですねしっかりしてて、まあ、クッションの厚みというよりはこの生地ですねが保冷力があるんではないかなと思っていることと、合わせてまあ、この上に保冷剤を入れてるということで、まあ、閉めた状態で上からですね下に向かって冷気が落ちるので、おそらく中に入れたランチビールは冷え冷えの状態が保たれるんだろうと思っております。はい、余談になりますが、このですねセリアのカトラリーですね、これ今まで出番がなかったんですけど、というのがちょっとね使いにくいんですね。普通のフォークなんですけど、なんかこう申し訳ない程度にこう緩く湾曲したね使いにくいねフォークだったんですけど、この使いにくさがですね今回ここに入れるためにはちょうどよくって、まあスプーンとフォーク同じシリーズですね入れてるんですけど、まあこういう使い方もねメスティンケースとして使うならとってもいいと思いますので、まあ、参考になれば幸いです。続きまして、買っては見たものの紹介するほどではないなと思って放置してたアイテムが、その後あこれ結構いいなと思うようになって紹介することにしたっていうね、ホットサンドメーカーケース、こちらもワッツの新製品の一つです。330円でサイズが 19.5cm×18.5cm、本来はホットサンドメーカーの保護や持ち運びなんですけど、私はそれ以外の使い方をしてます。一応ジャンコードね最初にお見せしておきます。こちらですね。で、注意点としては、まあ、材質がポリエステル、ポリプロピレンですので、まあ、耐熱素材ではありませんから、熱々の、例えばホットサンドなんかを、ホットサンドメーカーをここに入れないでくださいね、というふうなことが書いているということになります。開封します。はい、こんな感じですね。持った感じ、生地がね、分厚いです。っていうのを多分皆さん感じると思います。わ、丈夫だな、頑丈そうだなっていうね、そんなやっぱ印象ですね。太めの糸を丈夫な感じで編み込んでるからだと思います。で、ここにループがね 1,2,3,4,5,6,7,8 同じ大きさのループではないですね。ちょっと大きかったりちっちゃかったりするみたいですけど、まあそういうものがねついてます。さあ、ここに何をかけるかはね宿題なんですけど、まあこういうケースになります。こちらの絵を見ると、このくぼみのないところからね絵が出てるので、そういう風に入れる想定で作ってるんだと思います。私ですね、残念ながら通常のホットサンドメーカーは断捨離してなくなっちゃったので、このワッフルメーカーしか今持ってないんですね。はい、一人用のねちっちゃいやつは便利でもめっちゃ使ってるんですけど、このパンをね2枚使うやつ持ってなくて、このワッフルメーカーでちょっと試してみますね。あ、ちょうどいいですね。ちょうどいい感じで、はい、まあまあ分かりきってることですけど、すごくいいですね。何がすごくいいかっていうと、やっぱりね生地が分厚いんです。だからなんかしっかりしてるなっていう印象を受けます。入れてもね、なんかこう、うん、多分これ購入していただくと分かるんですけど、そういう印象です。おそらく皆さんもねそんな風に感じられると思います。まあ、そこが一番いい点です。この穴はちょっと謎ですけどね、はい、そういう風な使い方ができますよと。まずこれが一つ目です。私が気に入ってる使い方はもう実はこれです。ご覧になったら分かる通り、スキレットですね。ですからこれをスキレットカバーとして使えばいいんではないかというのが、やっぱりスキレット重たくてね、鋳造で結構ねぶつけると傷んじゃうんですけど、こういうとこにね割と頑丈な生地でできてますので、入れておけばいいんではないかと
ということで早速入れてみます。これはダイソーの角型のスキレットですね。ちょっと今あんまり店舗で見かけないんですけど、スキレットがこれしかないのでこれを使ってみます。結構ねこのスキレットは厚みもあって大きいので入らないかなと思ったら、あ、ちょうどぴったりですね。一応ね長さ紹介しておきましょう。このスキレットで言うとここのですね高さが約ですけど 3.7 センチぐらい、幅がですね一番長いところで 13.5 センチぐらいあります。でそれがもうぴったりね入りましたね。いい感じですね。これめちゃめちゃ良くないですか？めちゃめちゃヒットですね私の中では。はい、こんな感じです。これはいいんじゃないですかね。スキレットだったらここに引っ掛けたいものいろいろちょっとね出てくるんですよね。はい、これはねちょっとヒットですね。ちなみに私の場合このスキレットを使う上で自作のこういう蓋も作ってます。まあ、これね黒革鉄板を切って、でこれダイソーのですね金属のですねなんかのアクセサリー、それをネジで止めたものです。これまあだから全部金属なんで熱には強いんですけど、まあ、これスキレットの蓋としてぴったりに作ってるんですね。ちょうどいいんです。重みもあってね圧もかけてくれるので、でこれを内側にしてねこんな風にして片付けるんですけど、これでもね入ると思います。やってみます。はい、いい感じですね。いやもうこれね抜群ですよ。抜群に感じいいです。これはいいですね。あ、これでいいですね。まあ、こんな風にしてねスキレットカバーとして使えば、このちょっと武骨な感じのね分厚い、布地とかね、このループとかね、なんかフォグ棒っていうちょっと意味よくわかりませんけど、まあ、ワッフルメーカーとかねいうものよりはこういうスキレットっていうね、まあ、鋳造の鉄でできたね焼き物用のクッカーですかね、そういうものを入れる方がなんとなくね好みに合ってるので、こういう風に使いたいなと思ってます。合わせましてこちらもダイソーで買ってきた、直径がですね約ですけど 13.4 センチぐらい、厚さが 2.4 センチぐらいのスキレットになります。ちょっと小型のね丸いものです。私は取り皿としてこのセリアのなんていうのか手つきボールですかね、これを一緒に持ち歩くのでそれも入れてみます。まあ先ほどより小さいのでね簡単に入ります。はい、楽に入って、しかもちょっとねこう余裕がある感じ。この余裕はあれですね、なんかすごく短いですね。だからこれ逆に入れた方がもしかしたらこれだったらいいでしょうね。ちょっと入れてみます。やりながらね思いついたことをやっていくというね、何の構成の予定もないね動画で恐縮なんですが、はい、こんな感じです。ここからちょっと出る分ねこうが空いてるのが理にかってるようにまるで見えますけど、そういう意図で私がやってるわけではないんですが、まあ、こういう感じのね入れ物としても、あ、いいじゃんと、まるで専用品じゃんみたいなね、そんな印象に見えるんではないかなと思います。はい、非常にいいですね。ちなみにダイソーに売ってある16センチの薄っぺらいスキレットやたこ焼き器もぴったりはまりますので、持ってる方には朗報だと思います。ということでこちらは今後スキレットカバーとして私の一軍入りをしましたのでご報告です。あと今回はスキレットケースとして紹介してますけど、四角いものだったら実は何でもぴったりの気がします。例えばこういうダイソーで売ってるまな板ですね、これ汚れてるわけじゃなくてもう取れなくなっちゃったんですけどね、炭がついて、でこちら の, ダイソーのまな板についても、まあ、四角いですから、これですね入れてやろうと思うと、おそらく取っ手をですねこちら側に向けてこんな風に出してやるんですね。そうするとこんな感じです。もうほぼぴったりですね。はい、なんか羽子板みたいですけどね、なんでしょうね。まあまな板がね運ぶ途中ね運搬の途中に汚れるのが嫌だなっていう方は、そのケースとしてこういうのを使うっていうのもありだと思います。このようなソロ用のホットサンドメーカーですね、こ
これあのモンターナ製品でもう使いまくってね、あの年季が入りまくってるんですけど、こういうものだったらまあちっちゃいのでまだ随分余裕があるんですね。ということは四角いものを他に一緒に入れることもできるんじゃないかと思います。はい、例えばこれワッツのスキットルですね、こちらも入れてみると、こういうサイズ感になりますので、1個だったらね全然、余裕がありすぎるぐらいの感じになります。でこれを入れた上でさらにこの空いてるスペースですね、ちょっと見えにくいと思うんですけど、ここにこちらのグリルパンを入れてやると、はい、ちょっとガタガタしないようにね閉めてやるとこんな感じです。良くないですかねこっからねスキットルとグリルパンを出してね、焼き物をしながら一杯いただくと、とっても素敵なね感じがします。まあ、これだったらねついでにループにかけるものは一杯やるためのこれですね、小さなシラカップ、商品名でいうとセリアの軽量カップ取っ手付きですけど、まあ、こういうものもね一緒に持っていけばいいんではないかなと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画いいなと思った方はチャンネル登録、それから高評価ボタンもよろしくお願いします。コメントは一つずつ楽しく読ませていただいているので返答にですね時間がかかりますが、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。欲しいぐらいぴったりだな。あと1センチ大きいと多分入んないな。すごいなこれ。専用品じゃん。めちゃめちゃいいじゃん。